心臓負荷にも2種類あるということですね。心臓負荷2種類、それは全負荷と高負荷があるということです。全負荷と高負荷、はい、つまり血圧というのは循環血液量と末梢血管抵抗のことです、はい、このバランスでできています。心負荷もこのバランスでできているんですけども、名前が変わるんですよ、はい、循環血液量のことを全負荷と呼びます。そしてですね、末梢血管抵抗のことを高負荷と呼ぶわけです。はい、循環血液量、これはですね、拡張期の時ですよ。拡張期のことですよ。全負荷というのは拡張期のことですよ。そして抵抗というのは収縮期のことですよ、ということですね。はい、なので言い換えるとですね、血圧というのは循環血液量と末梢血管抵抗でできているんですけども、循環血液量は全負荷のことで拡張期の問題だよということなんです。末梢血管抵抗を高負荷と呼んでですね、高負荷で収縮期のことなんだよということなんです。ここをですね、しっかりと頭に入れておく。名前が変わってるだけなんですよ。はい、血圧と心負荷はイコールです。そして名前が変わっていくわけですよ。でも言ってることは同じですね。同じです。シンプルにまとまって驚きました。今までで一番感動しましたと称賛されたセミナーで、IABP を後輩に説明できるようになります。こちらのセミナーが書籍になりました。 Amazon で購入することができます。この書籍にはセミナー動画がついており、こちらの QR コードから読み取り、何回でもご視聴いただけます。ここからお得情報です。谷口聡氏ホームページから書籍価格の 30% オフでこのセミナー動画をご視聴いただけます。詳細は説明欄をお読みください。IBP の効果って一体何がありますか。大体ですね、この6つ本当にそうですかっていうのをちょっと考えてみませんか。はい、心臓の動きは2つです。 IBP どうですか。 IBP の動きは収縮と拡張の2つなんですよ。 IABP の効果も2つしかないんですよ。何なのかっていうと、はい、拡張の時の原理、これがそのまま効果になります。そして収縮の原理、この2つしかないってことです。もう IABP は原理さえ分かってしまえば全てが解決します。まあ、合併症もそうですし、看護のポイントだってそうです。人に説明する時もこれだけ分かっていれば全て解決する問題なんですよ。本日のゴールです。この IABP が怖いっていうところからですね、もう IABP は得意だと人に説明できるというところまで入っていきます。 IABP を後輩まで説明できますよと、今日このセミナーですね、そのレベルまで達していただけます。根本的な問題です。はい、問題の1、お手元の資料ありましたらね、そちらを見ていただければと。 IABP は原理が全てなんです。 IABP の原理はたったの2つです。はい、ダイアストリックオグメンテーションとシストリックアンローディング、これだけなんです。収縮と拡張しかしてないわけだから、これしかないわけです。 IABP は原理が全てです。こうですね、まず理解してくださいと、明日からですね、後輩に説明してあげてください。